皆さんこんにちは、高藤力です。今日も栃ノ心来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回だから本当にまあ面識はあったけど、本当に面識あったのっていうのは12月だよね。そうですね、うん、12月、はい、うん、12月にあるだから知り合いの人から、だから栃ノ心今切符大変だからなんとかっていう話で、で来てくれたんですよ。だからそれあいいっすよって言ったら、その次の日来てくれたんだよね、はい、で来てくれて、俺だからそれですごいなと思ったのは、ものすごいだからそんな面識なかったけど、もう俺の焼肉店に40人50人を5、6回来てくれてる。この人間は律儀な男だなと思って、俺がだからそれで切符もね、最初だからどれぐらい今売れてんのって言ったら、いやもう 40% ぐらいしか売れてないって。12月でね、でもそれどうしもうちょっと早くいろんな人にあれすればよかったじゃんとか言ったんだけど、いや急に返されたやつもあったんだよね。切符ですね、うん、そうですね、まだね、まあ、いっぱい残ってたんですね。そう残ってて、まで、まあ自分らもだからいろんな人に頼んであれしたんだけど、結局余ったやつは全部もう、こう招待で、だから半分ぐらい招待出したのかな。親方も結構、ね、いっぱい買ってくれたしね、うん、でもそれはね、やっぱもうそのやっぱ最初来た時にそれで終わって、これで40人50人お客さんをさ4、5回だよ。いやみんな、うん、親方のところ、うん、肉が惜しい惜しいって言われたんで、いやもうそう言ってくれると1回連れてきたらまだまだ連れて行ってくださいって言われて、まだ集まりましょうって 4、50人のお客さんも貸し切り状態が、うん、もう4、5回あったの。楽しく、そう、飲んで食べました。ありがとうございます。俺もさ、いやいや俺もさ、そのなんかあんまり金使わせたら、もうだってこれからお金ね大変なのにと思って、金使わせたらあれだと思ったら、聞いたらだってもうジョージアのすごい金持ちばっかりなんだよねっていうのは。ちゃんと取ってくれって言ったんだけど、最初1回か2回ぐらいは悪いなと思って普通の肉出したんだけど、普通の肉っていうか並のね。でそしたらもっと、だから実はこれもうそのジョージアでもうガス一手に引き受けてる社長とかそういう人ばっかり連れてくるから、うんね、まあ俺もやっぱりね、向こう帰る時とかすごくよくしてもらってるし、うん、はい、もう本当にもう何から何までね、やってくれてるんで。だからそれをね、そういう人にもだから飯をさ全部おごるわけよ、うん、だからおごるし、そういうのも全部やるわけよ。ほんで俺にだからあれ感謝してくれて 4、5 回来てくれる、 4、50人連れて 4、5 回来てくれる。だからこの男はだからそんな、俺もだから外国の力士いなかったから、あ、律儀な男だなと思って、で俺ちょっと好きになった。ありがとうございます。今回もだからこういうのでちょっとでも応援しようっていう気持ち、店でも出そうと思うし。断髪式とかのチケットって部屋の方は助けてはくれないんですか？いやある程度はね、親方師とかね、そうですね、師匠の方もね、講演会の周りの人とかですね、まあ、買ってくれましたし、うん、はい、でもさ、助けてもらいましたけど、あんなでかい国技館ですから、うん、なかなかやっぱり埋めるのがそんなね、うん、簡単じゃないですからね。俺らの時ってやっぱこの巡業とかね、巡業ってこう回る時に一般の人のうちに泊まってたりしてたんですよ、はい、だから有名な人だから小錦とかさ、はい、寺尾さんとか、はい、それとかいろんなね人が、まあ、先順番に上から泊まるわけですよ、はい、その時に泊まったら、だからまあ小錦さんだったら小錦さんで
いや小錦止めたら、ね、布団も変えたとかね、うん、でトイレも変えたとか風呂も変えたとか言って、もうそれが自慢なわけ、うん、その田舎の方で、はい、だからそれ今日小錦が来たから風呂変えたんだよね、それだけで話の話題になるわけよ、うん、だからそういうのは楽しかったんだよね、うん、でみんなそうやってその呼んだりとかね、うん、でそれ呼んだらもうみんなその巡業とかで、でまあ毎年行ったりしたらまあ必ず呼んでとか、そういう、まあ、パーティーやったりご飯食べたり、もうそういう人はある程度こう会社経営してたりする人が多いから、そしたらそれがこう積もり積もってその輪がだんだん広がってくるじゃないですか。そういうことはね、やっぱね俺ら以降はね少なかったか なかったから、だからそれは大変だよね。すごい時代の時に相撲やってましたね。そうそう、だからもう切符1ヶ月ぐらいでもう全部切符売れたもん、うん、それがあれですか、栃ノ心さんの時はもう宿舎というか、そうそう、もうそういうのなかったから、はい、だからかわいそうだなっていうのがあったよね、うん、だからあんまりこう思ったほど、だからやっぱ友達だからもうジョージアから呼ぶ人でもそんな何千人も来れるわけないわけだし来ても何十人だからね、うん、そういうのも全部本人がお金払ってさ全部やるから、結局パーティーやってもそんなあんまり残んなかったね。そうですね、まあでもやっぱりねえ、まあ、イタリズもやれてよかったんですけどね、うん、まあ人も結構、まあ、あのまあ売ったチケットも結構ねあったし、うん、そのやっぱりその招待したも結構ありました。招待結構したもんね、はい、ある程度形になるために招待して、はい、で俺もだいぶ切符だから招待券もらったもん、みんな喜んで来てくれた。いや、俺でもいっぱい買ってもらったしね。いやいや、そんなことないし。だから、もうそれ以上にさ、だって、4、50人のお客さんだって、4、5回来てくれたらどうなんだよ、もうそんな。いやいや、儲かったらしょうがないですよね。だから、俺が、勘弁してくれてもない。そんな、だから、そうじゃなくて、やっぱりそういうふうな形で、だからまあなんかこう還元することはないかなって言ったら、はい、いや今回だから YouTube 出て、でそのこうワインの宣伝とあと蜂蜜の宣伝してで広めようよって、もう本当にこれはもうコツ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 、うん、1個やったことが10個やったことが20個やったこと、もう回数をこなさなきゃダメだよって。だそれもう100回って言ったよね、俺最初やめた時、うん、100回行ってね、普通相撲取りだから、だから営業行ってね100回行って10回話聞いてくれたらすごいラッキーなんだよって言ってそしたらやっぱ90回ダメだったらなんかだんだん自分のなんかへこまない、まあいいよもうなんかやれたら、俺ずっとやっぱその営業行ったりするじゃない、うん、そしたらもう大事にしてくれたら嬉しいけど、やっぱほとんどはもうだって、うん、昔だから嫌いるとちょっとな、なんか嫌ですよね。そうそう、だから昔あの海浜幕張っていう駅で焼肉屋をやってた時にビラを3000枚配ったわけですよ。だからやっぱファンだって人は取ってくれるし、やっぱもう今からだって会社行く時にお願いしますお願いしますって言ったら、もうこうやってもうバーンとか言ってバーンとか言ってやられるわけよ。ああとか言ってて、であっち行けみたいなところでなんかもうなんかそれをもうずっと繰り返してくると、なんか自分がなんか情けなくなってきて、だからそういうことをもうやっぱ勉強しないとやっぱ商売は大変だから、ってだからもうそれはもうだってやってくれる、取ってくれたりこう話聞いてくれるだけでもラッキーだと思わなきゃダメだよってね。まあまあこれからですからね。そうそうそう、だからそういうふうな勉強しながら へこむことが絶対あるから、はい、絶対それはもうちゃんとやった方がいいよ、ね、やっぱりね相撲の
おかげっていうんですかね、おかげでまあ大勢のいっぱい人にね、なんていうんですか、知り合いになったし、でこの引退相撲のおかげでもですね、本当勉強になりましたんですね。結構いろいろ人にね、やっぱ来てもらって、やっぱ一人ではもうできないですから、本当にみんなね、いてくれて、いろいろ皆さんにやってくれても感謝してるし、だからこう引退相撲もやれたらと思ってますし、ね、引退相撲をやれてよかったよね、うん、であとはもうだから、あとはもう本当は親方なれるのが一番良かったんだろうけどね、うんうん、まあそれも縁だからしょうがないね。そうですね、まあまあちょっと難しいところなんですね、うん、まあなんかね、自分の気持ちで、そうなんか微妙な感じの気持ちでいたんで、ずっと結構部屋からとかも師匠からとかですね、うん、どうなのかって気持ち、親方やれよく、ね、はい、言われたかと言われてましたんですけども、なんか結構迷っててですね、で結局やっぱり最後そのね、大関とか横綱とか3年間とか5年間とか自分の名前でやりますよね、株買わなくてもできますけど、そこはただ日本人パスポートね、日本人にならないといけないので、日本国籍を所得しないと親方になれないんですよね。でまあやっぱり怪我した時にもう怪我すると思えなかったし、まだまだもうちょっと相撲やれるかなって気持ちでいたんで、まあもうちょっと考えればいいかなと思ってたんですけども、最後はまあちょっとやっぱ遅かったんですね。まあできればそのね、最後の3年だけですね、まあ、株を買わなくて日本人になって、その3年間だけやればいいかなって気持ちになったとこで、肩のちょっと靭帯外れてですね、そこからもう相撲取れなくなったんで、結局やっぱその時間がだいたい1年から1年半ぐらい、あんまり日本人になるの、そのパスポートをね変えるのが時間が必要ですから、やっぱその時間はやっぱりもうなかったんですね。もう最後はもう引退しないといけなくなったので、もう落ちるね、重量落ちて、そこからもやっぱりまた休場すると、ね、幕下にも落ちるもう感じになってたんで、もう間に合わなかったんですね。まあまあしょうがないですね。もともとまあずっとなんかね、本当にその天然まで相撲界にいるも気持ちでもなかったし、もちろん相撲とかも大好きなんですけども、そのやっぱりもともと気持ち的はまあ元気中だけもう頑張る、もういっぱいいっぱい頑張ればいいかな、長く相撲取ればいいかなという気持ちでいたんですけどね。まあまあこういう形で終わったんですけど、まあでもまあこれからはね、はい、前向きに頑張って仕事をバリバリやっていきましょうよ。そうです ね、はい、これからですね。そう、これからですね。これから皆さんすいません、はい、僕をはじめ応援しますね。よろしくお願いします。実はですね、東京の大丸の八重洲口の地下の1階の食品売り場に、高遠力のお弁当を出しますんで、よろしくお願いします。まあできる限りうろうろしてると思いますんで、もしよかったら声かけてください。よろしくお願いします。自分もその子供の頃から興味が持ちましてですね、でその相撲をやめてすぐジョージアからワイン輸入してですね、で今こういうの6種類のワインを今販売しておりますね。8000年前からジョージアでワインができたって言われてますね。1500円ぐらい、はい、だから俺持つからさ、それでやろうよ。え、いいですか。いや、このだからいやいや、それを1500円引いて、だまあ、はい、1500円引いてこう皆さんに出そうよ。せっかくだからもう3本買ってくれたら、はい、手形ちょっとプレゼントしても。まあ今引退相撲ね、終わったばかりなので、うんうんうん、まだそのグッズの方もちょっと残ってる、はい、余ってますので、なんか言えることはできますけど、3本以上買ったらまあ、はい、ね、そういう形でこうプレゼントして出そうよ、うん、高遠力って名前入れたら、はい、じゃあ 30% 引いてもらえるんでしょうかね。買う時に、
とまあ制定あるので、うん、そこであのコードみたいにロマ字で高取り切って入れてもらえれば、うん、まあ、1ヶ月この、はい、あれがでこの発信してから1ヶ月間だけ、はい、1000本ぐらいになったらいくらになるの、俺いくら払えばいいの。1000本だったら150万ですね。じゃないですかね。あ、150万ですかね。消費税負けてくれる成功成功1万本で入れたら どうするんですか。1万本入れたら、いや、ちゃんとするよ。1500万ですよ。いや、ちゃんとする、ちゃんとする